キプロスポンドは、キプロスと、イギリスの主権基地領域であるアクロティリを呼び、デケリアにおいて2007年12月31日まで、使われていた通貨。リラという名称でも呼ばれていた。ただし北、キプロストルコ共和国においては、キプロスポンドではなく新トルコリラが使われており、キプロスのユーロイ公語も引き続き使用されている。キプロスでは2008年1月1日に、 法定通貨をキプロスポンドからユーロに移行しており、その際には1ユーロイコール0.585274、キプロスポンドの比率で交換されている。イギリスがキプロスにおいて、ポンドを導入したのは1879年のことで、その時1ポンドイコール180、トルコピアストルとされた。1972年まで、キプロスポンドは、ポンドスターリングと投下で、 補助単位であるシリングとは1ポンドイコール20シリングとされていた。また従来使われていた単位であるピアストルも引き続き使用され、1シリングイコール9ピアストルとされた。さらにピアストルも補助単位パラとの間で1ピアストルイコール40パラとされていたが、パラの額面が使われた効果、紙幣は発行されておらず、郵便切手に記載されていた。 1955年、キプロスで1000ミルを1ポンドとする重心放化が実施された。これにより日常では5ミルを1ピアストル、50ミルを1シリングと呼ぶようになった。また1983年には1ポンドは100セントとされた。当時最小額面の効果は5ミルであった。この5ミル効果は12セントに解消されたがほどなく、 廃止され、ミル学面の効果は、法定通貨ではなくなった。キプロスポンドの番期になると釣り線で支払われるはずの1セントや2セント効果が一部の店舗では出されなくなるようになった。また多くの事業主は、純益額を5セント単位になるように切り捨てるといったことを行った。キプロスの通貨は2008年1月1日にユーロへ移行した。これに先立って、 キプロスポンドは2005年5月2日に欧州為替相場メカニズムに組み込まれ、変動幅がユーロに対して0.585274ポンドプラスマイナス15%以内に制限された。その後ユーロ導入の正式な申請が2007年2月13日になされ、同年5月16日に欧州委員会がキプロスとマルタでのユーロ導入に賛成を表明。 6月20日には欧州議会が6月21日には欧州理事会でも承認された。2007年7月10日には欧州連合理事会の経済、金融理事会において移行時の為替相場を1ユーロイコール0.585274ポンドとすることが決定された。2007年7月12日から同年12月5日に かけて為替相場は1ユーロイコール0.5842ポンドとされ、12月7日以降は1ユーロイコール0.585274ポンドに固定された。2006年月、キプロス銀行は預金残高の明細でユーロによる表示の平気を開始した。またキプロス通信公社もその2ヶ月後から使用料請求書でユーロによる表示を始めた。 また少ないながらも一部の商店ではレシートでユーロによる金額を表示していた。2006年の晩週までには明細書や価格表示でユーロによる金額を併記するようになった。金融機関や商店の数は大幅に増えていた。2008年1月1日、キプロス共和国では法定通貨をキプロスポンドからユーロに移行し、 その際の交換比率は1ユーロイコール0.585274ポンドとされた。ただ、ポンド紙幣、効果は2008年1月31日まで、法的効果が継続され、現金支払いも有効とされていた。またキプロスポンドは、キプロス国内の金融機関において2008年6月30日まで、無料で、ユーロに交換することができた。ポンド効果は、 キプロス中央銀行において2009年12月31日まで、紙幣は2017年12月31日まで、それぞれ交換が可能となっている。1879年、14、12、1ピアストルドーカが導入された。ギリシャ系キプロス人の間では10パラと10カであったことから、 ピアストル銅貨をギリシャ語の銃を意味する、デカを使って、デカラと呼ばれていた。また12ピアストル効果は20を意味するギリシャ語、イコシカラ、イコサラと呼ばれた。これらの効果に続いて1901年に3、4プラス1に9、18ピアストル銀貨が導入された。なお9ピアストルと18ピアストルは、それぞれ1シリングと2シリングと等価貨である。 また3ピアストル銀貨が発行されたのは1901年だけで14ピアストル銅貨も1926年で鋳造が停止された1934年には白銅でできた線形の12ピアストル1ピアストル効果が導入されたが1942年に制銅製に変更されている1947年1シリングと2シリング効果が 銀製から白銅製に変えられた。ピアストル硬果とシリング硬果は1949年を最後に鋳造が停止された。5ミル19555ミル19821955年、3、5、10、25、50、100ミル硬果が導入され、このうち3ミルと5ミルは制銅製、他は白銅製であった。 1963年には3ミル効果の廃止を受けて12角形でアルミニウム製の1ミル効果が導入された。1981年には12角形でアルミニウム製の5ミル効果が導入された。1983年、1、2、1、2、5、10、20セント効果が導入され、このうち1、2セント効果は大きさ、素材ともに、 従来の5ミル効果と同じであったが、12セント以外の効果は、ニッケル王道で作られていた。また12セント効果はこの年だけしか鋳造されていなかった。1991年、それぞれの辺の長さが等しいものの曲線である七角形に、近い形状の50セント効果が導入された。1914年、政府は10シリング、1ポンド、5ポンドの緊急紙幣を、 発行した。通常の紙幣が発行されるようになったのは1917年以降のことであった。5シリング、10シリング紙幣と1ポンド、10ポンド紙幣が導入されたのは1917年のことで、1シリング、2シリング紙幣は1920年、5シリング紙幣は1926年から発行されるようになった。 10シリング以下の額面の紙幣は1920年から一時的に発行が停止されたが1939年に再び発行されるようになり、また1943年から1944年の間には3ピアストル紙幣も発行されていた。その後1947年に1シリングと2シリングは高価で発行されるようになった。 1955年、5シリングと10シリング紙幣が、それぞれ250ミル、500ミル紙幣に切り替えられた。1964年に、紙幣発行、キプロス中央銀行が引き継ぎ1977年に10ポンド紙幣が、導入された。250ミル紙幣の印刷は、セントが導入される、直前の1982年に終了した。 1983年に500ミル紙幣が50セント紙幣に切り替えられ、1992年には20ポンド紙幣が導入された。20ポンド紙幣の1992年1993年版は、デザインについては廃止直前のものとほぼ同じである。ところがこれらは、外見や感触が違うにもかかわらず1987年から1992年までの、 番と同じものとして扱われることがある。また、キプロス中央銀行は、他の1987年から1992年版のものを同じく、1992年、1993年版の20ポンド紙幣を、ユーロ導入直前に法的効力を消滅させている。ありがとうございます。